えただいまご紹介いただきました、日本コンピューターダイナミクス株式会社え社長の下條治でございます。本日は一つよろしくお願いいたします。本日の目次でございます、当社グループの概要、事業の概要、続きまして、この3月ですね、2022年3月期のえ連結決算の概要と。 それからまあ今年度、来年、2023年3月期の見通し、それから、当社グループのサステナビリティについて、最後にあの株主様への還元につきまして、ご説明をさせていただきます。まず、当社グループの概要でございます。日本コンピューターダイナミクス株式会社、創業以来、この名前でございます。 略称 NCD と呼ばせていただいております。本社は品川区の西五反田、不動前という駅のすぐ近くでございます。設立が昭和42年、1967年3月ということで、今年の3月で丸55周年を迎えた会社でございます。資本金が4億,億3875万円と、 発行済みの株式数が880万株と、うち73万株ほどが実写株でございます、はいえーっと。上場はスタンダード市場という、この4月に j、うんえー、ャ s t a c から移りました。もともとは2000年の9月に、えー、当時の、えー、っと証券業協会の、えー、店頭登録と、その後 j ャ s t a c と、 言った経緯でございます売上高が、この2022年3月期で、連結で205億、単体では169億ということでございます。まあ、連結で200億を超えたのは今回初めてでございます。従業員数は連結で993名、単体で639名と、これはの3月末時点でございます。 4月の新入社員迎えまして、連結では1000名,名をちょっと超えた規模でございます。当社グループにつきまして、ご説明させていただきます。先ほど、最初にご紹介いただきましたように、大きく当社のセグメントが大きく3つでございます。こちらのブルーですね、システム開発事業、それからサポートサービス事業という。 まあこちら両方 IT 関連事業と言っておりますが、まあ、元々の、えー、創業がシステム開発でございます。それともう一つこのオレンジですね、パーキングシステム事業と言ってますが、こちらが自転車の駐輪場のビジネスでございます。全部でまあ6社、あの本体含めて6社でございますが、左上から NCD テクノロジー、その下ゼクシス、まあ、こちらが IT 関連でございます。 えー、NCD テクノロジーは東京の会社でございまして、まあ、主に、えー、お客様からのいろいろシステムの運用なんかのですねアウトソーシングなんかを中心にやっている会社でございますからその下のゼクシスですがこちらは関西もともと大阪本社の、まあ、十数年前に MA した会社でございますがパナソニックさんを中心としたお客様でやっております、えー、それから一番下ですねこちらが NCD チャイナって言ってますがあの中国の天津市 に、えー、置いてる会社でございまして、えー、主に、えー、日系の、えー、現地法人中国ですとか東南アジア等に進出しております日系の現地法人をお客様にしている会社でございますそれからその、えー、っと右下といいますかちょっと、えー、オレンジ色の NCDS と、えー、こちらは、えー、駐輪場のビジネスで、えー、九州の福岡にある会社でございまして 九州県の駐輪場を担っている会社でございます。それからその上ですが、NCD プロス。こちらは東京の会社なんですが、主に駐輪場の運営管理をですね、担っている子会社でございます。合計6社で構成させていただいております。はい、続きまして事業の概要ですが。 まず最初にシステム開発とサポートサービス合わせました IT 関連事業のご説明です。もともとシステム開発を創業としている会社でございまして、まあ、あのもう今や当時は非常に昔はといいますか設立当初はですね、えー、非常にこういった会社は少なかったんですがもう今や本当にたくさんございます。まあ、お客様のいろいろな課題をです、ね、システムを持ってやはり 解決をすると、えー、といったところで、まあ、コンサルティングからですね設計、えー、それからサービス、えー、システムの導入ですね、えー、行っている事業でございますその下のサポートサービスこちらはですね、えーまあ、システムを開発して導入して、えーまあ、それで終わりではなくですねいかにお客様に安心安全にシステムをお使いお使い,いただけるか、えー、そこのところになっているサービスでございます まあいろいろ24時間365日のシステムの監視であるとか、ですね障害対応、えー、それからお客様への、えー、まあいろんな、えー、ヘルプデスクといって、えー、いろいろお客様が使い方がわからないとか、何かちょっと不具合があるけど、えー、相談に乗ってほしいとかですね、そういったサポート、えー、といったものを行っております。まあ、IT 関連事業のちょっと当社の特徴でございますが、 開発から保守運用まで、まあ、ワンストップのビジネスモデルということでですね、ちょっと下の円グラフがございますが、約8割をですね、はストックが占めております。まあ、いわゆるその開発フローはまあ約2割ぐらい、その後のですね、いわゆるシステムのメンテナンス、それから保守運用、そういった部分が非常に多く占めております。 やはりあのいろいろと変化をする中でやはりお客さんのシステムというのは絶えずやっぱりいろいろ手を入れる必要がございます。またサポートサービスでも申し上げましたようにいかに安心安全にシステムを運用するかお使いいただけるかといったところにも非常にやはりコースがかかってきます。そういったところのストックが非常に多くを占めていると。この右の図ですがこちらがですねま左上に要件定義そしてセ 製造検証とありますがこ、まあ、ここの部分がまあ主に開発です、えー、こち,らが終わこちらが終わって実際にシステムが運用が始まった後にです、ね、その保守を運用といったストックの部分で一部他社さんがやはり開発したようなしたシステムなんかもです、ね、当社の方で保守を運用するというケースもございますそしてまた、えー、数年お使いいただいてってもですねなかなかやはり え部分的な手直しでは、もうえちょっともうままならないといいますか、さらにまたいろいろお客様のえビジネスがやっぱり変化していく中で、ですねやはりシステムをリニューアルすると、再構築をすると、いった場合には、ですねそれまでのやはり培った、保守運用のやっぱりノウハウといったものを生かして、次のやはり開発、要件的につなげていくという、一つ、こういったサイクルといったものが当社の,の特徴でございます。 まあ、あのそれが構想して非常にやはり、えー、一つのお客様とお取引を始めれるとですねやはり数十年、えー、長いお取引といったものをこれまでも、えー、続けてきて続けてこれたといったところでございます、えー、IT 関連事業の主なお客様のお取引先です、えーまあ、蓄積したノウハウおよび地方拠点の活用が評価され、まあ 近年ですね、大手、生存保のお客様との取引が非常に拡大しております。えー、赤字で書いてるところがあの、そういった生存保のお客様でございます。それと、まあ、先ほど申し上げましたように、非常にあの一度お取引をすると非常に長いお付き合い、えー、といったものが当社の特徴でございます。まあ、創業から間もない、えー、お取引で、高砂熱学さんとか東京合算、えー、50年以上のお取引でございます。 まあこういったところが非常に当社の特徴となっております。システム開発事業の強みでございます。まあ、先ほど来申し上げてますように、大手のお客様、ほとんどがですね、やはり8割方がです、ね、エンドユーザー様でございます。そのお客様との長期取引を背景としたやはり案件といったところで、まあ、長くお取引をしているとですね、やはりお客様のいろいろな え、ノウハウ、あの、業務内容ですとか、えー、え、いろいろな事情であるとかですね、やっぱりそういったものに非常に精通いたします。深くですね、あの、お取引ができるといったところが特徴でございます。それから、えー、一つの、まあ、例えば、生府会社様でのお取引をですね、横展開。えー、やはり、生府、生命保険のいろいろな業務知識、えー、といったものをですね、やはり他社様へのですね、横展開といったものも、 構想してててですすね色々とあの広がってきておりますそれとまあ最近はですねやはりあのかつてはえ1からゼロから手作りといいますかスクラッチなんて言い方をしてますけどもそのお客様独自にですね作るというのが昔は普通だったんですがもう近年はやはりそのパッケージであるとかですねクラウドであるとかそういったものを非常にやっぱり利用してまあいかに早く安く作るかと。 っ、えー、ったところが主流になててきております、まあ、あの当社、えー、もう10年以上前からですね、OBC さん、o のオービ,ックビジネスコンサルタントさん、よくテレビでコマーシャルやってますが、感情舞踊シリーズ、えー、そちらをです、ねえー、かなり <laughs>、えー、活用させていただいております。えーまあ、ちょっと右のグラフにございますが、まあ、累計でまあ600社を超えるお客様、えー、になってきております。 勘定奉行というと、ちょっと中小企業の,あのかつてはですね、パッケージというイメージが非常に強かったんですが、近年ではですね非常に大手の企業様も採用されるケースが増えてきております。また、あの当社で言いますと、ソニーグループ様とかですね、やはりグループ子会社、えー、関,連あ関係会社の同士でで、すねシェアードといった形で、一つの会計パッケージをですね、複数社で使うといったケース。 まあその辺がですね非常に今、好評を得ているといったところでございます。一方、サポートサービス事業でございますが、マネージドサービスセンターの活用ということで、こちらもですね15年ほど前から立ち上げた当社のマネージドサービスセンター、これはの24時間365日、お客様のシステムとですねリモートでつないで、そして、あの お客様のシステムの監視、何か障害があったときの復旧ですか、障害対応、そういったサービスを展開しておりますで。こちらはですね、数年前に長崎の拠点とも結びまして、東京と長崎、そしてお客様のシステムといったところをですね、24時間365日、リモートでつな,いつなぐといったサービスでございます。 まあ、あの東京と長崎といったところで2かって、2か所で、えー、運用しているといったところとしてはです、ねまあ、いわゆるなんか災害時、東京で何かあったときもです、ね、バックアップとして長崎が、えーでえー、いろいろなオペレーションができると、まあ、いわゆる BCP といっています。非常にこの辺もお客様から指示、えー、をいただいているところでございます。また、あのお客様に常駐をしなくてもです、ねえー、弊社内でできるといったところで、 まあ非常にあの少ない工数の作業といいますか、そういったものもですねえお客様のところで完全に張り付いて、丸々1人分といったものをコストをかけなくてもですねえ非常に小規模なそういった作業も受けるといったところも特徴でございます。東京はお台場にございますと長崎のオフィス、えー、非常にあのセキュアなえとやっぱりえ環境といいますかあのを求められる場合にはですね やはりお客様の専用個室といったものを設けて、そこでオペレーションをするといったサービスも展開をしております。でまあ近年、いと色々とこういったクラウドの Amazon の Web サービス、AWS、からマイクロソフトの Azure、こういったクラウドのサービスといったものも導入が非常に好調でございます。 えー、IT 関連事業、最近のトピックスでございますが <laughs>、えー、システム開発事業につきましては、まあ、先ほど来ちょっと申し上げてますように、まあ、大手の生命保険会社様のシステムうん開発、保守サービスの拡大ということで、お客様の一つの、えー、と傾向としてですね、えー、いろいろたくさんの複数のです、ね、ベンダーに、えー、こう仕事を依頼すると。 まあ中にはやっぱ100社、200社に発注するというケースが非常に多いんですけれども、えー、そういったものをですね、やはり限られた限定したやっぱりベンダーに集約するといった傾向がございます。まあ、それはやはりあの効率化、コストダウンといったところが、えー、主な目的なんですが、まあ、非常にそういった流れの中で、当社が、まあ、え当社の、当社にですね、他社,が他社の分をあのまとめさせていただくとい、まあ、ったところがですね、非常に、えー <laughs> 成果を出していいるところでございますそれから、先ほどの,のパッケージの運、えー、活用でございます。えー、OBC の無料シリーズと、えー、とワークフローのメジャーフローという、これはパナソニックさんの製品でございますが、えー、こちらの方も非常に今、好調でございます。それと、まあ、えー、やはり数年おきといいますか、お客様のシステムの刷新、リニューアルといったプロジェクトがですね、 やはりあの最近、大きなプロジェクトなんかもですね、えー、当社の方で受注をしていると、一方、あのサポートサービス事業ですが、まあ、こちらもですね、あのやはり開発でお取引きのあるお客様もその、このサポートの方もですね、えー、当社の方で受注をするという、まあ、クロス的な営業といったものも効果を表しております。 まあ、やはりセ、生保さんを中心としたですねそういった、えー、と領域、当社,で当社の請け負う、えー、領域を拡大、えーし,えー、しております。えー、それとあと、リモート運用ですね、えー、先ほどのマネージャサービスセンターなんかを非常に利用したですね、えー、リモート、まあ、このコロナでですねかなりあのテレワークというのが浸透いたしまして、お客様もで,で,す、ねまあ、できるだけもう、 会社に来ないでやってくれほしいと言ったような要望が非常に増えております。ともなってもうあの、オフィスもです、ね、縮小したりとか、えー、言ったことがです、ね、非常に、まあ、今増えてき、えー、ている中で、まあ、こういったやはりリ,リモートでのいろいろな、えー、運用ができるといったノウハウといったものがです、ね、非常に、まあ、当社としては、えー、強みとなってき、えー、ております。それから長崎オフィス移転によるアウトソーシングサービスの拡大とありますが、 昨年ですかね、長崎のオフィスもちょっと拡大いたしまして、より多くのお客様のサービス、専用教室を含めてですね、そういったものを今、拡大をしております、はい。一方、もう一つのパーキングシステム事業、自転車の駐輪場のビジネスでございます。こちらはですね、IT× 自転駐輪場プラットフォームのパイオニアと書かせていただいておりますが、 20年ほど前にですね、2次元コードを活用し、自治体の月決め駐輪場の IT 化に着手なんて書いておりますが、2次元コードって、最近です QR コードって言われています。あれがですね、まだあんまり世の中に出回ってない頃に、その2次元コードを利用したいろいろソリューションを展開しておりまして、その一つとして、駐輪場にそれを導入してですね、お客様の管理をすると。 いったものにまあ着手をしたのが駐輪場との、まあえー、出会いといいますか、えー、ビジネスとしてのきっかけでございます、まあ、あの当時まだあの駐輪場は駅の近くで、えーまあ、管理員の方がいてそこに常駐してですねで契約しているお客様、えー、に、まあ、出入口といいますかゲートでチェックする、まあ、それから、まあまあ、時間貸しって言って空いてれば使えるといったところ まあただほとんどがでしたで。その頃に、まあ、当社今あのもう今は当たり前になってますが当時まだ非常にまだ珍しいといいますかほとんどで出回ってなかったあの電磁ロック紙という前輪をガシャンってロックするタイプですねもう今は当たり前ですが、まあ、あれを開発しているまあベンチャーさんとちょっと提携いたしまして、えー、そういった機器の開発そして販売、えー、といったものを始めたのがきっかけでございます。 まああの非常にまあこちらの方は順調にえまあ増えてきておりましてえ今年の4月1日で,ですね65万台全国で、箇所数でえ2000箇所を超える駐輪場のえ管理運営を行っておりますえただまああの当時えこのサービスというビジネスを始めた当時はですねえこう放置自転車がもう非常に社会的問題に なってておりまして結構テレビとか新聞なんかでもですねそういった記事、駅近でもう自転車があふれていて車いすが通れないとか救急車が通れないとかこれはもう鉄道会社の責任だとかですねいや自治体だとかそんなようなことが非常に言われた時代でございます。そういったことも非常に追い風になりまして昔は考えられなかったんですが自転車を止めるのにお金を払うといったですねそれがもう今や当たり前になってきたと。 言ったところに、えー、でございます。ただ、非常にやはり東京とか大都市を中心にですね、かなりそういった有料の駐輪場というのも行き渡ってきておりますので、まあ、そういう意味では伸びは鈍化しております。ただ、やはりいろいろと街の再開発であるとか、そういったものにえ伴ってですね、必ず駐輪場の需要というのはございます。それから当然、機械ものでございますので、えー、寿命があります。 やはり入れ替え需要とい、えー、ったものもございます。まあ、そういう意味で、まあ、ちょっと今回、当社もコロナを契機にですね、少し、まあ、ビジネスモデルの見直し、ちょっと後ほど触れますけども、を今しているところでございます。はいえー、パーキングシステム需要のまあ概要ということで、えーと、左の写真からですね、こちらがまあ時間貸しの駐輪場で、エコステーション21というまあブランドで展開をしております。 えこういった今この写真はえと歩道上ですね歩道上にこう斜めにこう並べるような形の、えー、駐輪場のタイプでございます、えー、新宿なんかでもあ結構もうこういったタイプ当初でやってるのがございますから真ん中があの月決めの駐輪場でエコプールというブランドです、まあ、月決めと言いますと、まあ、ほとんどがやっぱり駅の近くで通勤通学で使っていただく、まあ、半年とか1年とか えー、そういった契約ですね。そういったタイプの駐輪場。から一番右が、これは自転車のショップで、スタイル B という、あの大崎広小路で展開をしています、まあ、リ,アリアルのお,あのお店でございます。いろいろ自転車であるとか、自転車関連のグッズ、えー、なんかを取り揃えているあのお店でございます、えー。パーキングシステム事業の、まあ、ビジネスモデルということで、えー <laughs> まあ、あの売上構成は主に駐輪機器の販売と駐輪場の管理運営ですね。えーまあ、機器の販売、えーまあ、いわゆる売り切りといいますか、えー、といったもの、えーまあ、これはいろいろなあのお客様がございます、えーもう。電鉄会社さんであったり、えー、商業施設であったり、それから真ん中の管理運営、こちらはですね、えー、駐輪場の設備を売ったり作っておしまいではなくですね、その後の管理運営も 当社の方にお任せいいたただくと、えー、言ったスタイルでございます、えーまあ、自営の駐輪場、それから、まあえー、指定管理というのは自治体様から指定管理者として、えー、指名されて、えー、行っている事業ですね、えー、それから、まあえー、鉄道会社さんから、まあ、受託といった形、まあ、こういった主に3つのスタイルがござい,、えー、ございます。まあ、あのそれぞれですね、えーまあ、特徴があるんですけども、 まあ非常にあのコロナでえやはりテレワークが増え,え、大体あの東京の山手線とか電車の混み具合と大体比例してるんですけども、非常にあのえ昨一昨年度ですかね、あのビジネス大きく落ち込み、痛手を受けたえーのは、ちょっとコロナの影響というところがございます。 はいえこちら、まあ、パーキングシステム事業、え駐輪場の、えー、お客様、えー、導入先、えー、です、まあ。自治体さんから、まあ、商業施設、から電鉄会社様、<laughs> まあ、その他、えー、いろんな団体様、えー、です、まあ。非常にあの東京中心としてですね、さ、えー、まざ、あ、まなお客様に今、展開をさせていただいております。はい えっと最近の、まあ、パーキングシステム事情のトピックスでございます。まあ、左一番左がですね、こちらがあの自治体砂浜の指定管理者として、えー、選定をされた、えー、ケースでございます。えー、新宿区、板橋区、品川区、川崎市といったところで、えー、この4月から、えー、全部で246箇所、5万8000台の駐輪場の運営をスタートしております。 一部あの、QR 決済、スマートフォンでの、えー、駐輪場の生産も、ですね QR 決済といったものを今、非常に増や,増やしております。新宿はもう駅近は、えー、駅の周辺はほとんど、えー、全てってというか、ほとんどですねもう当社の方で管理を運用させていただいております。えー、もしお近くに行,行かれることがあったらです、ねあ、これが NCD の駐輪場かというのをご覧いただければと思います。 真ん中がこのゴールデンウィークにオープンしたばかりの亀イドクロックという大型の商業施設野村不動産さんがデベロッパーでやっておりますこちらの駐輪場約1200台強こちらの方を当社の方で受注して管理運営を行っております非常にあの盛況であるというふうに伺っておりますお近くの方は行かれた方もいらっしゃるかもしれませんけども 一番右が、これ福岡空港。これは、これは駐輪場のですね、えー、と、いわゆる2階にあったり、地下にあったりというケースがございます。その場合に自転車をこのベルトコンベアで乗せてですね、そしてまあ、えー、引っ張らなくてもいいというような <laughs> スタイル。こちらのコンベアはですね、福岡の n c d s とかですね、非常にノウハウといいますあの技、技術力を持っておりまして、実績がありますので、こちらが、 その福岡空港に、えー、導入した例でございます。はい。えー、それでは、えー、続きまして、えー、この2022年の3月期の連結決算の概要でございます。えっ、ー、と、こちらの表、えーと、左が2021年の3月ですね。えー、そしてに、えー、この3月期、えー、といったところ、えー、2021年3月期はあの、非常に先ほど申しましたように、 コロナの影響で、えー、駐輪場のビジネス、パーキングシステム事業が非常に大きく痛手を受けました。えー、ということで,です、ね、減収減益、えー、という結果でございました。えー、ですので、ちょっと、まあ、それに対してです、ね、この2022年3月期はまあ大きく、まあえー、また回復をしたとい、えー、ったところがい,い言えるわけですけれども、あのーまあ、だいぶあの駐輪場のほ、えー、戻も戻ってはきましたけれども、まだまだコロナ前のレベル。 水準ではございません、えー、むしろ、そのあと、ちょっとあとでご説明しますが、IT 関連事業の方が非常に大きく伸長しております。えー、連結で、この3月期では205億5000万ということで、で営業利益で9億200万、経常利益で9億5600万という結果でございます。 こちらがまあセグメント別の業績の内容でございます。えっ、ー、と、上のブルーの2つですね、えー、システム開発事業、サポートサービス事業ともにですね、えー、と非常に好調で、えー、と売上も10%、20%、えー、伸びました。また、利益もですね、えー、と非常にそれに伴って増益といった形で来ております。 まあこちらも先ほどちょっとご説明いたしました、えー、やはり製法さんのお客様を中心として、いろいろと領域の拡大、横展開といったものが構想しているといったところでございます。一方、パーキングシステム事業の方は、えー、その前年に比べますと、まあ、売上もです上、ね、あも50億ちょっとまで落ち込んだのが、まあ、60億までは、えー、回復はしたんですが、えー、ただですね、やっぱり利益はまだまだ、えー、でございます。 中輪基地の販売、えー、といったものがですね、やはりあのお客様、いろいろと電鉄会社様とか商業施設様も、まあ、コロナで投資を控えているといったところもありまして、ですねまだまだ戻,戻,戻りきれてないといったところでございます。はい、こちらが売上の推移でございます。<laughs> まあ、あの売上高、近年ずっと右肩上がりできていたんですが、この2021年3月期は先ほどのコロナの影響で、 へこみました、えー。まあそれがまあこの二千二十年三月期では二百億をまあ超えたと。で民がセグメント別です、えー。まあ I.T. 関連の方はですね非常に好調に伸びてきております。それに対して、えー、パーキングシステム事業の方はですねまあ六十億を超えたということで、三年前の二千十九年の三月期ぐらいの水準にはまあ戻ったかなとお言ったところでございます。 で、各々の,の,の営業利益でございます。えー、こちらがもう、まあ、あの、売上に比例してですね、えー、全体の連結の営業利益は、ま、こういった形でございます。で、右のセグメント別ですが、えー、ちょっとこの折れ線グラフの上の、ちょっと見づらいかもしれませんが、こちらがあの、営業利益率なんですが、この黄色がですね、パーキングシステム事情でございまして、えー、ずっとですね、IT 関連よりもパーキングシステム事業の方が、 営業利益率高かったんですねそれがまあそのコロナで2021年3月期はぐーんと落ち込みましたでまあこの22年3月期はだいぶ戻したんですがただあのご覧いただきますように2019年3月期パーキングシステム需要は8億8300万円あったのがです、ね、売上はこの時と同じぐらいに戻したんですが利益はいやまだ半分といったレベルでございます。はい こちらが今年度、2023年の3月期の見通しでございます,、えーとですね。中継最後の年なんですが、当初の計画、売上は200億に対して営業利益12億という計画を立てましたが、こちらはです、ね、売上は210億ということで超えるんですが、営業利益の方は10億ということで、結果的には下方修正をさせていただいております。 ま,あまだやはりパーキングシステムの方がですね、り戻りきらないといったところが原因でございます。はい、えっ、ー、と、主要の戦略でございますが、まあ、IT 関連の方はですね、えー、引き続き今の、えー、まあ今まで培ってきてます、いろいろサービスモデルといったものをもっと活用して横展開をしていこうといったところでございます。で、パーキングシステム事業の方は、いろいろとあの今の ビジネスモデルをですね、えっ、ー、と、刷新すべく、BPR、ビジネスプロセスリーエンジニアリングといった、今、施策を実行しております。こちらが、あの、パーキングシステムの BPR の内訳です。え、いろいろやはり固定費を削減させるために、それから、今までのやっぱり、モデルをですね、より効率的に生産性を高めるといった取り組みをいろいろしております。 1一つには、外注といいますか、にお願いしてたいろいろな業務をですね、グループの中に内製化をさせるといったところ等をですね、今、行っているところでございます。サステナビリティです。当社、この4月にですね、NCD グループのパーパスといったものを策定させていただきました。人のとと社会へと ということで、私たち一人一人が未来に胸をときめかせ、誰もが生き生きと輝ける社会を作るといったものが、当社グループのですね、社会的な存在価値であるというふうに制定させていただきました。その中で、いろいろとマテリアリティといったものを特定してですね、取り組みをスタートしております。4つに集約をしておりますが、まあ、ここにちょっと例がありますが、 左の下の写真ですね、こちらがあの駐輪場にアマゾンロッカーといったものをまあ導入を今始めております。まあ、あのいろいろと再配達といったものが問題になっているのをです、ねまあ、少しでもまあ解消しようといった取り組みでございます。からその次の絵がですね、こちらが長崎の五島市の方にですね、えー、2020年の4月にサテライトというかオフィスを開設しました。 こちらも地元のですね、えー、若者を採用して、えー、東京、長崎、そして五島といったところでですね、えー、3カ所でいろいろな今、えー、業務を行えるといった取り組みを今スタートさせております。まあ、地方創生の一環といったところでやっております。はい。それからまあ、DX ビジョン、えー。DX ビジョン。こちらはあの、この4月からですね、DX 推進部といったものを設,、えー、設置いたしまして、 DX に取りり組みをスタートしておりますこちらがロードマップ、DX のロードマップでございます。まあ、非常に先が長いんですけども、やはりそういった DX、これはあくまで手段として捉えてですね、これを活用して、新たなやっぱりビジネスモデル、新しいサービスといったものを作り出すといったところに到達をしたいと、しようと決めております。こちら、人材戦略。 えまあダイバーシティーインクルージョンということでいろいろ取り組みをしております。ちょっと右にですね、えー、こちら女,女性活躍といったもので実際の KPI、えー、指標を制定いたしました。えー、まあ現在非常にまだ役員とかですね、管理職が少ないんですが、まあ、2031年3月期にはですね、えー、女性の管理職は25%、えー、上級の役員もですね、2名と、えー、するといった目標を掲げました。 はい、こちらは、はい、ご覧のようにあの、スタンダード市場、はいえー、っとですねで、こちらが、えー、株主様への還元でございます、まあ、当社、えー、長年、安定配当といったものを継続させていただいております、ただ、まあ、やはりあのもう少し配当成功なんかをです、ね、きちっと、えー、公表してです、ねえー、もう少しちゃんとその利益といったもので、えー、還元をせよというお声もいただいております。 次の中継で少しそういったところも取り込めたらというふうに検討させていただいております。はい、優待制度、まあ、こちらのように、まあ、長期保有,の保有の株主様には、特、え、典、ーまあ、といったもので、クオ・カードを贈呈させていただいております。はい、すみません、ちょっと最後の方う、き足になってしまいまして、大変申し訳ございません。えー、以上でごごござざいいまますご清聴ありがとうした